お疲れ様です。東区ワンでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日ですね、ドコモからショートメールで、メールが来たんですよ。で、まあちょっとね、いろいろ調べたんですけど、まあちょっとブログの方にちょっとまとめてみたんですが、はい。で、タイトルがですね、詐欺か大丈夫か、 SMS にてドコモ契約更新と更新ありがとうポイント申請のお知らせという感じになります。はい。ドコモを名乗った SMS 詐欺ってなんか多いみたいなんですよね。で、今日ですね、ショートメールでドコモより、届いたんですけど、で、内容がですね、契約更新と申請ありがとうポイント、更新ありがとうポイント申請のお知らせということで、で、D ポイントを3000ポイント申請するという内容なんですよ。で、心配なので、まあ、D ポイントクラブという、まあ、公式サイトから、まあ、ログインしたんですけど、まあ、大丈夫だったんですけど、ね、これ、たまに、その、詐欺みたいなのもあるみたいですね。で、まあ、クリックしてみたら、また、まあ、スマホだったらタップですね。してみたら、なんか、登録ありがとうございます。その、まあ、登録が、その、あるので、まあ、連絡くださいとか、いくら払って、何月何日までにいくら払ってくださいと、そういうのもあるみたいですね。で、まあ、心配だったらですね、公式サイトからログインするのが安心ですね。はい。よく、まあ、ワンクリック詐欺とか、そう、多いので、まあ、心配の方は、そのままタップせずに、公式サイトからログインするの方が安心ですね。はい。で、まあ、D メニューの画面の右の方に、マイドコモお客様サポートっていうのを、まあ、タップします。で、まあ、ポイントっていうのをタップしまして、まあ、D ポイントクラブという画面になります。まあ、ここで、まあ、申し込むをタップすれば大丈夫です。はい。まあ、ちゃんとポイントの方をゲットできました。はい。まあ、まあ、そのメールがちょっとまあ心配だなって思う場合はですね、まあ、ドコモショップに行きまして、まあ、ちゃんと確認した方がよろしいかと思いますね。まあ、ドコモショップね、今、まあ、どこも混んでるので、まあ、ちょっと大変なんですけど、まあ、まあ、心配なら、ドコモショップにご相談された方がよろしいかと思いますね。はい。で、まあ、すぐタップしていきなりね、その、まあ、たまにあるんですけど、タップして、そう、1億円当たりましたとか、はい。あと、詳細から ID パスワードを入力してくださいっていうのがあるそうなんですけど、まあ、僕もあったんですけど、まあ、そんな、ね、1億円当たりましたから ID とパスワードを入力してくださいなんていうのも、絶対これもう詐欺ですので、個人情報絶対抜き取られますので、これも絶対注意した方がよろしいですね。はい。で、まあ、1億円当たりましたの他にも、その宝くじ当たりましたっていうパターンも多いですね。はい。まあ、実は僕のところにもありました、これ。はい。もう、そういうのはもうすぐ削除ですね。はい。まあ、買ってもいない宝くじがですね、当たるわけないですからね。はい。どこも、まあ、SMS ショートメールのまとめなんですけど、まあ、今回はですね、まあ、ちゃんとしたその、まあ、ドコモの公式 の, そのショートメールだったんですけど、まあ、ちょっと紛らわしいんですけどね、はい、でそういう場合はですね、公式サイトからちゃんとログインすれば、ね、ちゃんとできます。はい。心配でしたら、そうですね、まあ、近くのドコモショップでご相談される方がよろしいかと思います。はい。今回は以上になります。はい。またいろいろ動画のアップしていきます。それではまた。